さん、こんばんは。無事卒業公演が終わりました。NB48 としてこのショールームをするのは最後かなと思います。皆さんたくさんお世話になりました。初期の頃からたくさん見てくださった皆さんとかいっぱいいると思うんですけど、ありがとうございます。首がとても痛い。 TikTok から来た、ありがとう。楽しかった、めちゃくちゃ。そう、セットリストでね、いっぱい考えて、七期生と何したいかなって思っていろいろ考えていろいろ選びました。自分の中では結構ね、もう全部できたかなとは思うんですけど、記入しなきゃいけないものがあったりして、待ってくださいね。ありがとうございます皆さん。ねえ、ジオンと二人で友達とか、途中下車はケイチさんぶりなのかな。ケイチとありがとう、タワーありがとう、ありがとうございます。歌うまいね。いやいや、ちょっと待って待って待って、私本当にね、今日喉の調子悪いから、声出なかったんですよ最初の方。マジで泣きたいどんな風に映ってるかわからないんですけど、いけてました。待ってね、早急に書かなきゃいけないものがあって、ちょっとだけ待ってくださいね。卒業ね、寂しいなって思うんですけど、なかなか実感が湧かないものだなって思いました。モデルというモデルっていうのが合ってるのか分かんないですけど、ファッション業界、ファッション界の方の方でお仕事させていく、いただくことが今決まっていて、そっちの方で、そうですね、行こうかなと思ってるんですけど、私自身いろいろやりたいことがたくさんあるので、私自身たくさんやりたいことがあって、だからこう自分自身がこれやりたいなと思って達成できたら、また次のステージの方に行くかもしれないですし、でも今はそのアパレルのお仕事とかもしたいなって思いますし、アパレルのモデルさんとかね、それこそいろんなマランウェイとかも撮ってみたいなとも思いますし、でもそういうのを思えたきっかけはやっぱり NB48 での皆さんと協力させていただいた、今日は帰らないです、さすがに撤去とかあるんでね。そう、 SNS は消さないので、皆さんこの後もツイートとかインスタの投稿とか楽しみにしててください。そう、いろんなね、いろんなことに挑戦していきたいなと思うんですけど、なんていうの、 NB48 でできなかったことをやりたいのと、プロデュースとかもあるんかな、できたらいいね。撤去、退去だ、間違えた。そう、まあね、賛否両論っていうのかなはあるかもしれないんですけど、まあでもアイドルやめてもう一度アイドルするということはないんですけど、もうアイドルはもうやりきったって自分の中ですごく思ってるので、そう、やりたいことをクリアにしてって人生また新しい一歩をいけたらいいなって思いますし、まあ今よりね、もっと仕事の数とか増やしたり、なんか多忙な毎日にしたいなって、いい意味でも。辛いと思うんですよ、多忙って結構。けどなんか多忙で
辛い人もいるけど、暇すぎても辛いじゃないですか多分。だからこう多忙に頑張れるような人になりたいなと思って、今年は多忙が目標ですね。みのるさんありがとう、ありがとうね。ちょっとね、皆さんとお会いできそうなイベントというか、まあなんか個人のイベントとかじゃないんですけど、またそこはね、あの何言うんですけど、みのるさんありがとう、エイジありがとう。てかね、なんかツイッターで今日投稿した写真のなんか指がモザイクかかっててどうしたのみたいな、めっちゃ言われたんですけど、ちょっと前までね、ここをね紙で切っちゃって怪我してたんですよ。今大丈夫かな、ちょっと前の写真だからあれなんですけど、まだちょっと切り込みがねあるんですよ。でちょっと赤くなってて、若干血っぽい感じになっててグロいかなと思ってモザイクしたんですけど、そうちょっとね、みんなにその血を見せるのはさすがにダメかなと思って、そう今はね治ったんですけど。みのるさんありがとう、嬉しい、いっぱいありがとうございます。そうなんですよ、本当にそう深い意味とか何もなくてシンプルに切ってしまったっていう、普通に私もう手切りまくってて最近。皆さんのチケットのサインとかをしてて、なんかそれの立ち位置とかを一緒に入れてたらガシャってやってとか、卒業後まで直したくてちょっと頑張ってるんですけど、頑張ってたんですけど、そうそうそう変な想像をしないようにそう感想ね、マジ今めっちゃハンドクリーム塗ってます。皆さんありがとうございます本当に。何分ぐらいやってんだろう、めっちゃ可愛い、ありがとう。本当にラストのアイドル、ラストのアイドル違う、アイドル推すのラストとか NMB48 ラストとか言ってる方とかいて、ああなんか自分が卒業してそうやって自分が一番だから、やっぱりなんかアイドルの歌卒するって言ってくれる方とかもいたり、かねぎありがとう、たま。そのなんか嬉しいようななんかちょっと複雑な気持ちになりました。わたっちありがとう、たま。そうだからちょっとね、毎回説明した方がいいなと思って、この手切りましたとか、すいません本当にマジでそう ALT とかに書けばよかったね。ちょっとシンプル、うん、手を切りすぎて痛いんです普通に。ちょっと楽しかったな。ファンの時は誰よし、ミルキーさんが好きでした。ナナさんが一番最初に好きだったんですよ。楽しかったね、なんか実感はなかった、シンプルに。いやでもなんかこうやってアクティブになんか真剣に踊る機会って、なんかコンサートって結構やっぱみんな映りとかカメコとか今はあるから、なんかガチガチに踊る機会ってあんまりなくて、自分の本気で踊る姿とかってやっぱオーディションとかでしかないじゃないですか。アイドルってやっぱ可愛く踊ったり、みんなを元気づけれる明るく踊る曲だったり、なんかこうがっつり踊る曲とかあったとしても、なかなかねこうバーンって踊る曲ってないと思うんですけど、今日は気合い入れて一つ一つの曲にこう真剣に向き合って歌ったり踊ったりすることができて、すごい思い出深いですね。悪気やらせてもらったんですけど、声がね、喉が切れました普通に
早いんですけども、すごい悪くかな、ちょっと寒すぎて今やばいくって、また明日とかに振り返り配信、明後日とかかな、明日明後日、うん、明日できたらいいんですけど、なかなかちょっと明日はちょっと無理かなと思うので、あの高音、私高音すぎるんだよね普通に。そう、また どこで配信するかはちょっとわからないんですけど、明日には引っ越しをね開始ですぐ帰るのでまた自分の部屋が新しくなるので、そこでまた配信しようかななんて思ったりしてます。ぜひ見てください皆さん。ちょっとランキングをささっと読んでいきたい。13位五稜ありがとう、ありがとう。12位日高浩二ありがとう。11位富沙耶ありがとう。10位ももかんありがとう。9位リーダーありがとう。8位ペコちゃんありがとう。7位ゆうとありがとう、7期の7 6位スノーマンありがとう。あ、やばい変わっちゃった。10位ランディありがとう変わっちゃってる。9位エイジアットもちほやしありがとう。7位ケンケンありがとう。7期の7。6位ワタッチありがとう。5位マーボーもちふわサンキューナーありがとう。3、9、7。4位カネゲンありがとう。3位キジタありがとう。2位ユウトありがとう。あ、いたいた、自分でチョキチョキした。1位原田みなるさんありがとう。ありがとうございます皆さん、本当にめちゃくちゃ短かった、滑舌待ってなさすぎる、めちゃくちゃ短かったんですけど、さっきねちょっとタワーが来てて、あの読めてないと思うんですけど、誰だい、ん、ワタッチかな、違う、あ、ユウトありがとう、ユウトありがとうね。皆さん本当に卒業するのでありがとうございました。ちょっと急いで出なきゃいけない時間にもなってきたので、着替えて早急に出ないと思うので、皆さんも元気で、この先もねまた会えるって私は信じてるので、またお会いできるように私も頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。また感想とかたくさん送ってください、よろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。今まで本当にありがとうございました。